またスズメバチ、はい、これなんか急に大きくなったような気がするんですよ、これ5月から作ってるんですね。あ、そうなんですか。はい、これが女王蜂で、あ、この働き蜂なんで全然草違いますもんね。そうですね、はい、そしてこれが巣なんですけど、まだ一層だったですね。大きくなると3層か4層ぐらいなんですよ、最大で。で、ここに見えるのが卵ですね、うん、これが幼虫で、これはサナギです。でっかいですね。ここの部分が成虫になった数、抜け出た数で、2回目の幼虫がこれ出てるんですよ。卵が全部抜けてからもう一回卵産んで、今こう幼虫になった状態ですよ。だからこの数の分だけ、うん、成虫になってます。あ、初めてなりました、この巣は。あ、そうですか、はい、結構身近なスズメバチで、よくいろんな